百州武道具店の動画。店長小話。まだ私が小学生の低学年の頃、家族で山にドライブに行きました。楽しいな楽しいな。前の席にはお父さんとお母さん、後ろの席には店長とまだ赤ちゃんだった妹、そしてその間にムックとシロという雑種の2匹の犬が乗ってました。ムックは茶色くて小さくてムクムクした犬、シロは少し大柄で毛の短い白い犬でした。青空でとても天気がいい山道を1時間ほど登っていてたと思います。山の頂上を目指していたので狭い道のカーブが続いていました。揺れる車の中で私は少し車に寄ってしまい、窓の外を見てみました。そんな時です。ふと白の方に目をやると、いかにも車に寄ってるみたいで、ぜーぜーはーはーと呼吸をしています。大きなベロはだらーんと前に垂れて、よだれがだらだら、目もうつろです。私は自分が車に寄っていたことも忘れ、ある思いが突然ひらめいてしまいました。今この瞬間、まさにこの瞬間、この白の伸びているベロをぐいっと下に引っ張ったらどうなるんだろう。こんな考えがふと頭をよぎったのです。でも犬にそんなことをしたらダメだし、私は一旦我慢することにしました。でもその次の瞬間、私はどうしても我慢することができず、車によってぜーぜー言ってる白のベロを思いっきり下に引っ張ったのです。うぎえー、白はその瞬間猛烈に車の中で吐いてしまいました。そしてここからが本当の地獄の始まりだったのです。なんと横でその光景を見ていたムックがもらいゲロをしてしまったのです。うぎえー。さらにその2匹のワンちゃんの様子を見て、店長ももらいゲロをしてしまったのです。うげー。楽しいドライブは一瞬にしてこの世の地獄となりました。皆さん、車に乗ったワンちゃんのベロは引っ張ってはいけません。気をつけて。こんにちは、百州ブログでのぐです。やってますか。おー、今日は神足のビデオのついに3本目完結編です。今日は2つの大事なことをお話しします。今日もこれが言いたかった。1つ目、前半では左足の引き付けのコツをお話します。うまく引き付けができない子をぜひ見てください。そして後半では流れで打たないっていうことをお話します。流れで打たないってあんまり聞いたことないかもしれないんですけど、もうめちゃくちゃ悪い癖、多分小中学生の7割から8割ぐらいがやっちゃってる悪い癖の話します。みんなこういうことあると思うんだけど、左足の引き付けがうまくいかないとか、遠くに飛べないとかね、試合の時に打っていくのが相手に読まれちゃうとか、すぐ返されちゃうとか、踏み込みが弱いとか、そういうね、いろんな悩みあると思うんだけど、それをね、みんなはね、個別に一個一個直そうとしていってるの。でもこれってね、はっきり言って不可能なんだよね。みんな繋がっちゃってるから。でも今日の3本目の神足のビデオの流れで打つっていう悪い癖を直せば全部治ります。本当です。じゃあできるだけ分かりやすく説明するんで、今日も聞いてください。早速スタートです。じゃあまずは早速だけど、剣道の基本の足をもう一回見直します。右足のかかとに左足のつま先が来るように、まずは足を作ります。これが基本だよね。でもしよかったらスマホで見てる人はね、一緒にやってみてください。絶対勉強になると思う。じゃあステップ1は、右足を動かしたのと同じだけ左足も動かします。例えば右足これだけ動かしたら、左足も同じだよね、同じだけ引きつけます。動かしたら同じだけ引きつける、動かしたら同じだけ引きつける、同じだけ引きつける、同じだけ引きつける。これがまずは基本です。これできるよね。じゃあ次はちょっと難しくしますよ。ステップ2は、大きい足、小さい足、大きくても小さくても同じ距離動かすことはできますか。大きく出したら大きく引きつける、大きく出したら大きく引きつける、小さく出したら小さく引きつける、小さく出したら小さく引きつける。これがステップ2です。これはできますか。
じゃあ最後ステップ3ですね、一緒にやってみてください。ステップ1とすごく似てます。同じ距離、右足出したら同じ距離だけ左足を詰めるんだけど、今度はステップ3ではゆっくり右足、前足を出したら反対の足はさっと引きつける、同じだけ。今度はゆっくり左足を下げたら右足をさっと引きつける。ゆっくり早く、ゆっくり早く、ゆっくり早く、ゆっくり早く。できますか、これ。これできるかな。できないよね、難しいよねこれね。ゆっくり早くって難しいもんね。だいたいみんなこの辺でおやおやってなるんだよね。ゆっくり出して早く引きつける、ゆっくり出して早く引きつける、これがねできないのよ。なんでか、これ実は足の動かし方じゃなくて立ち方なんですよ。コツがあるのは立ち方にコツがあるの。この立ち方のコツっていうのはね、かかとにあるんです。かかとはちゃんと上がってるよ、大丈夫だよ、みんな思うでしょ。そう、みんな言ってるの左足のかかとでしょ。僕が言ってるのは逆、右足のかかとなんです。できない子の足っていうのは右足ね、右足のかかとが床にベターってついちゃってるのよ。でこのかかとの上に足の骨があるでしょ。足の骨でこうやって立っちゃってるのね。これ骨で立つって言います。右足のかかとはくっつけろって教わったんだけど、もうちょっと聞いてね。右足のかかとはつけていいんだけど、つけていいんだけどつけないんですよ。どのぐらい、コピー用紙1枚分つけるかつけないかでつけといてもいいよって話なの。これはどういうことかというとね、さっき骨で立つっていう話をしたんだけど、それは例えばコンビニとかでこうやって漫画とかね、立ち読みするときにこうやって立つときのこの立ち方なんですよ。この立ち方、こうやって立つときのこの立ち方、これ骨で立つ立ち方。もう一つはね、これじゃないの。縄跳びしてる時の足みたいに、ここに足があるんだけどね、この辺で立つの、この辺の筋肉で立つの、筋肉で。まあ言っちゃうとここバネなんだけどね、ここに足のこのバネで立つの、筋肉で立つの。縄跳びの足ってここの筋肉でこうやって飛ぶじゃない。これを縄跳びを骨で立ったらこうやって飛んでるようなもんなんだよね。ここの筋肉で飛ぶでしょ、筋肉で飛ぶでしょ。だから縄跳びの足でさっきの動きやってみて、かかと両方とも上げてやってみて、一発でできるから。筋肉バネで右足を立つようにした瞬間、さっきのゆっくり早く引きつける、ゆっくり早くつけるっていうのができるようになるんだよね。じゃあいよいよ後半ですね。ここからよーく聞いてください。ここからが本題ですよ。左足が流れる打ちっていうのがどういう打ちか、まずは悪い例を見てください。どう、違い分かった？この流れで打つっていう足の悪い癖、直し方は後でやるから、後でやるから、とにかく今は自分の足がどっちになってるのか、今度スローモーションでいくからね、ゆっくり見てください。分かりやすく説明します。まずは良い例ですね。右足一歩入って左足を引きつけたら、ほら矢印の位置で左足を止めて、そこで踏ん張って右足でドーンと打ちます。左足の位置は止まります。次は悪い例ですね。右足入って左足、矢印の位置で、あれ止まらない、止まらない、どこまで行くの。これが流れで打つというやり方です。まずは良い例ですね。右足一歩入って左足を引きつけたら、ほら矢印の位置で左足を止めて、そこで踏ん張って右足でドーンと打ちます。左足の位置は止まります。次は悪い例ですね。右足入って左足、矢印の位置で、あれ止まらない、止まらない、どこまで行くの。これが流れで打つというやり方です。次は手ですね。右足を出して左足を引きつけた瞬間っていうのはまだ手元は上がってません。左足を引きつけて、そこから振りかぶります。ほんと一瞬のことなんですけど、引きつけた瞬間っていうのは手元はまだ上がってないです。次は悪い例ですね。右足を出して左足を引きつけるときに、もう手元が上がってしまってます。
まだ左足を引きつけている途中にもかかわらず手元が上がってしまいます。それでこの直し方なんだけど、これ実はね超簡単なんですよ。これは体の動きを変えるっていうんじゃなくて、こっち意識考え方をちょっと変えるだけなんですよ。その意識を変えてやるっていうのは、普段みんな稽古してるところでね、切り返しでも基本打ちでも何でもそうなんだけど、必ず遠間から一歩入ってそこから打ってるじゃない。一歩入って打つ、一歩入って打つ、これはもう何度も聞いてるから、これが繋がっちゃってんだよね。繋がっちゃってるの。一歩入って打つ、一歩入って打つになっちゃってるの。これを一歩入るっていうこの入りの部分と、その後の打ちの部分、この一歩入っての間にスペースを入れようよ、ここちゃんと分けてやろうよってことなんだよね。一歩入って 0.001 秒でもいいからピタッと止まる、そこから大きく振りかぶって面と入りと打ちを必ずちょっとでいいから分けるんだっていうことだよね。意識を変えてやるだけだから、今日の稽古でいきなり上手になるんですよ。知ってればできる。知らないとできない。意識を変えてやる。それだけなんです。ここからはちょっと難しい話なんだけど、一歩入ってピタッと止まる意味っていうのは、一つは左足の準備。いつでも打てる体勢になろうよっていうことなんだよね。よく多分先生から言われてると思う。いつでも打てる体勢になりなさい。いつでも打てる準備をしなさい。これは一歩入って左足をピタッと添えとくってことなんだよね。もう一つは、これ本当にね、6段7段上の方を目指してる人はぜひ聞いてほしいんだけど、この入りと打ちを分けるっていうことで、ここにね、ためが生まれるんですよ。つなげないってこと。一番最後になったけど、今とても大事なことを言いました。いつも講談社の先生から、打つのが早いとか、ためがないとか、もっと我慢しろとか言われてる人、見直してください。みんなみんな、入りと打ちがつながってますから。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよー。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。